この魚ピラニアやないか。ん、こいつ口になんか加えとるで。一体なんやろな。せやな、気になることは調べてみんとな。服部、ちょっと待った。こいつまだ生きてるみたいだぞ。え？ここは任せろ。こいつでピラニアを眠らせてっと。おお、ナイス躍動。どうも紙切れみたいやな。なんか文字が書いてるけど、これだけやったらまだ何とも言えへんな。ん？こいつどっかで見たような。そうや、さっきここの場所聞いてきたあの女の人のや。落ちているピアス、そして着ている衣服、間違いあらへん。ここで死んどるんはあの女の人や。特に怪しいところはないみたいやな。なんやこれ。ん？これも紙切れやないか。またなんか書いとるで。一体どういうことなんやろ。よっしゃ、これでつながったで。つまりこれが事故やったとしても、ここにはもう一人おった可能性があるわけや。ん？橋が欠けとんな。どないしたんや。こん中におるんはピラニアみたいやで。おお、怖っ。首んとこ刃物で切られてる。つまりこいつは明らかに殺人事件ちゅうこっちゃ。よう、兵ちゃん。あれ、大竹はん、本部の警部がなんでまた。実はこの近くの古墳泥棒調べとったとこなんですわ。古墳泥棒？また一体何が盗まれたんや。それが何でも聖なる御賢獣言うて。大昔シルクロードから中国経由して日本に入ってきたそうで、考古学的にも注目されている重要な美術品なんですわ。ふーん、なるほどな。そしたら近くで事件や言うて、とにかくすっ飛んできたんです。それはご苦労さんやな。で、なんかわかったんか。ええ、死体の女性は魚住恵子24歳。何でも今日付けでここの秘書に採用されたらしいんですわ。それでいきなりか。引っかかるな。え、坊主。久しぶり、大竹のおじちゃん。いや、平ちゃんと坊主がおるとこには必ず事件が起きるんやね。大きなお世話や。ねえねえ、ここの館長さんってどんな人？うすやな、俺も話聞いてみたいわ。
ああ、館長やったら今隣の部屋にいますからどうぞ。なんだね、君たちは。俺は服部平次、関西ではちょっと名の売れてる高校生探偵や。ああ、君があの有名な。私はこの家の館長、細川正樹です。よろしく。殺された魚住さんとあんたとの関係は？お聞きの通り、彼女は今日付けで私の秘書になる予定だったんだ。まさか初日でこんなことになるなんて。事件について何か心当たりは？それが私にもさっぱりでね。早く警察や君たちに真相を究明してもらいたいところだよ。もちろんや、任せとき。しかし参ったな。鵜飼のやつに何て言われるやら。ああ、鵜飼というのは渡り鳥の館の館長なんだが、こういったスキャンダルにうるさいんだ。まったく。スキャンダルねえ。魚住さんが殺された時間、あんたどこにおったんや？おいおい、君、いきなり私を疑ってんのかね？いやいや、一応確認中とかやな。警察にも話したけど、その時間なら獅子崎君と会っていたよ。獅子崎？サバンナの家の館長だよ。それがまた若くてね、苦労してるよ。なるほど、サバンナの家やな。さて、そろそろいいかな。私はここの整理をしなきゃいけないんでね。あ、手間取らしてすんませんね。いやいやいや、期待してるよ、探偵さん。そういえば、ランたちがいない。なーに、あいつらのことやから心配あらへんて。だといいけどな。ほんまに心配性やな、お前は。それより工藤、俺ほんまに腹立ってきたで。あ？よりにもよって東西の名探偵がおる前で殺しや。犯人絶対に捕まえんと。キースマンは？ああ、同感だぜ。けどそれには手がかりが足りなすぎる。どうぞ。決まってる。これから関係者当たって調べてみるんや。あいた！誰や？いきなり俺にぶつかってきたんは。いや、ごめんごめん。ちょっと急いでるんでね。誰や、あんた。僕は渡り鳥の館で副館長をしている鳥海です。よろしく。ということは、あんたも関係者やな。ちょっと魚住さんのこと聞きたいんやけど。いや、申し訳ない。急ぎのようでどうしても行くところがあるんだ。後で渡り鳥の館に来てもらえばいつでも OK だよ。それじゃ。なんやあいつ。おい服部、そんなことより。分かってるがな。ほな、聞き込み始めようか。セーブ、ちょっと待っててや。どのファイルがええんや。セーブするで。終わったで。
ほな、どこから回ろうか。サバンナの家やな。ちょっとええかな。僕がこの家の館長、獅子崎ですけど、何か。俺は服部平次っちゅう探偵や。あ、で、この坊主が江戸川コナン。よろしくね、おじちゃん。おじさん？冗談じゃない。僕はまだ29歳なんだぞ。ごめんなさい、お兄ちゃん。いいんだよ。ちょっと言い過ぎたかな。殺された魚住さんのことなんか知らんか？申し訳ないが、何も。細川さんの新しい秘書っていうくらいでね。鳥海さんってどんな人なんです？いいやつだよ。いろいろ相談に乗ってくれたりしてね。間違いなく僕の数少ない友達の一人だな。魚の家の細川さんってどんな人なんです？簡単に言えば金の亡者だな。あんまりいい話は聞かないね。渡り鳥の館の鵜飼さんってどんな人なんです？まあ細川さんとは仲が悪いね。間に入っている鳥海も大変だよ。事件について何か心当たりは？そうだね、細川さんに恨みを持ってる奴の犯行か、それともどちらにしたってとんでもないことになったもんだよ。一応確認のためや、アリバイ聞かせてもらおうか。細川さんから聞いただろ。その時は二人で話をしてたよ。なるほど、ありがとう。細川さんは事件が起こった時、あんたと一緒にいたらしいな。ああ、土地買収の話を散々聞かされたよ。それにしても随分立派な部屋や。確かにこの獅子崎、大したやつかもしれん。こいつの整髪料みたいな。それにしても随分立派な部屋や。なるほど、ありがとう。これが渡り鳥の館階段。ちょっとええかな。なんだね君たちは。怪しいもんちゃうで。俺は服部平次、探偵や。